はい、今回の設計製図のプレゼンテーションは、僕が2年生の製図の授業の最終課題でやったものです。ちなみに、エスキスだけで5日ぐらいかかりました。こんな感じで楽しいシェアハウスにすることも可能です。皆さんこんにちは。実証オルゴビルダー。ひろげだ！はい、皆さんお待たせしました。第3回、ひろげの設計製図のプレゼンテーションでーす。はい、僕の設計製図のプレゼンテーションの動画はこれで第3回目です。はい、今回の設計製図のプレゼンテーションは僕が2年生の製図の授業の最終課題でやったものです。ちなみに図面は2枚で、模型はシレンボードののが1つと、レゴで作ったのが3つあります。ちなみになんですけど、プレゼン大会の時に本当にレゴ持っていきました。もうすごい評価をいただいたんで、もう僕はめちゃくちゃ嬉しかったです。まあちょっといろいろ話それちゃったんですけど、お題を発表します。お題は近未来のシェアハウスです。課題書なくしちゃったんですけど、僕はちゃんと覚えてますので、ご安心ください。はい、それでは設計製図のプレゼンテーション始めていきます。まずはシェアハウスということなので、住む人たちの特徴とか、まあ年齢とか性別とかも発表します。住む人数は10人です。大人2人と子供1人の家族が2組。60代の年配の方が2人。20代の若者が2人です。建築条件は RC 像で、延べ面積は300平方メートル以下です。図面を見せます。今回は2枚描きました。それがこちらです。はい、まず1枚目はこちらです。こちらは1階の配置図兼平面図と、1階の平面図、そして、シェアハウスを建てる敷地の周辺のものです。周りはすべて公園です。そしてあとはコンセプト表です。では2枚目はこちらです。東西南北の立面図と断面図、そして模型の写真と、あとは面積表です。そして模型なんですけど、冒頭でも言ったんですけど、今回4つ作りました。1つがスチレンボードで、残りの3つはレゴです。まず、スチレンなんですけど、こちらです。えらいざっくりにしました。まあ、最低ボリューム模型にしてくださいって言われたので、まあ、一応、ボリューム模型にしました。ちなみに模型作ったのが実はこれが最後です。レゴの模型を作りすぎて、これ作る時間なかったんで、もう特感でこれを作りました。実際僕プレゼンするときこれを一回見せた後にレゴの模型を見せました。まあ、どんな模型を作ったのかというと、まず一つはさっきのスチレンボードの拡大模型と、もう一つはジオラマ模型、さっき見せた計画する敷地のジオラマ模型です。そして最後の一つは中庭の拡大模型です。はい、ではまずは模型を見せます。こちらです。前回白ばっかりだったんですけど、今回は RC 像ということで、柱はこういう灰色のブロックで再現しました。そして次はジオラマ模型です。こちらです。まあ、ざっくりめなんですけど、ジオラマ模型はこちらです。これも後で詳しく解説します。そして最後の中庭の模型なんですけど、これはあえて最後にします。まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけど、ここから、まあ、図面や模型について詳しく説明します。はい、では、図面を詳しく見ましょう。さっきも見せたんですけど、周りは全部レゴにしました。ちなみになんですけど、僕が発表したクラスなんですけど、みんなこういう周りの縁とかデザインしなかったですね。で、まずこちらがタイトルです。タイトルは近未来のシェアハウス。で、この未来の部分をレゴにしました。これはサブタイトル。光と中庭があるシェアハウス。で、ここに英語で書いてます。はい、まずこちらが1階の配置図兼平面図です。ちなみに縮尺なんですけど、100分の1です。そしてこっちが2階の平面図です。そしてこちらが敷地の周りの公園の図面です。周りにはジャングルジムや滑り台とか子供が遊ぶものと、テニスコートが1つと、芝生広場が1つです。はい、そしてこちらが2枚目の図面です。まずこちらが北側の立面図です。ちなみに立面図、断面図は全て100分の1です。これが西側の立面図で、こちらが南側の立面図。これが東側の立面図です。そして最後は断面図です。で、こちらが面積表となってます。延べ面積300なんですけど、僕は299にしました。マジでギリギリでした。ちなみに最初の設計した時にほぼ延べ面積300平方メートルオーバーでした。で、何回も削ったりして、まあ、なんとかギリギリに抑えました。これが一番大変でした。ちなみに、エスキスだけで5日ぐらいかかりました。2つ書いたんですけど、もうダメだこりゃってなって、これで新しく1枚書き直したんですよ。こちらです。これが、今の図面のエスキスです。もうめちゃくちゃ大変でした。見てなんだこれって言うかもしれないですけど、僕エスキス書くときいつもこんな感じでざっくりめに書くんですよ。まあ、なんでエスキスざっくりめに書くかっていうのは、前回の動画で詳しく話してますので、ぜひご確認ください。では、こちらの模型の、まあ、ギミックと、あとは、コンセプトについて話します。まず、こちらの模型なんですけど、まず、この屋根が外れます。屋根の上はこんな感じです。そして、こっから、2階と1階が、はい、取れます。じゃ
みに大きさはマイクロミニフィグを基準にしてます。ではコンセプトについて発表します。まず一つ目は、正面玄関以外のドアは全て引き戸にしました。シェアハウスは高齢者が住んでいるので、開き戸にしちゃうとやっぱ転倒してちょっと危ないので、僕は基本的に玄関以外はもうできるだけ引き戸にしてます。なんでかっていうと、引き戸にすることによって負担を減らしたり、転倒防止のためにもなります。そして二つ目、個室の部屋の大きさは約 5.5 畳あります。大きさ違うんですけど、それぞれの個室なんですけど、こちらは基本的に高齢者で、こちらは基本的に若者の方の、個室となってます。ちなみにこちらの部屋は子連れの家族の部屋となってます。そして次なんですけど、広々とした空間を出すために、個人で使用する部屋以外の壁は全部少なくしました。シェアハウスということで、やっぱコミュニケーションが溢れる家を設計したいので、個別で使用する部屋の壁はほぼ取っ払いました。本当はリビングダイニングキッチンのここら辺に壁設けるつもりだったんですけど、やっぱ設けずにもう一度取った方が、広々とした空間にできるのと、コミュニケーション溢れる明るい家ができるなということで壁は取っ払いました。次は玄関と中庭と LDK の吹き抜け。今回僕の模型なんですけど、吹き抜け全部で3つ用意しました。1階じゃどうにもわかんないので、2階の模型を見ます。はい、こちらが2階です。吹き抜けは全部3つあります。こっちが LDK の吹き抜けで、ここが中庭の吹き抜け。そしてこっちが玄関の吹き抜けです。やっぱ吹き抜けがあることによって、やっぱ開放感が得られるのと、やっぱ自然の光を楽しめれるということもあるので、吹き抜けを3つ設けました。リビングダイニングキッチンのこの吹き抜け、料理する時の匂い大丈夫かなって思うかもしれないんですけど、キッチンの近くになんか、換気扇を置いてて、これいいなって思って、それを採用してます。そして個人的なんですけど、こちらにちっちゃい和室を用意しました。大きさは約4畳です。こちらが東と南の位置にあるので、昼寝したりとかもう何でも OK です。高齢者もいるので、こういうこともいいかなって思って設けました。じゃあ次は断面図、こちらを見ましょう。はい、こちらです。ちなみに図面で描いた断面図はこれの通りにしました。そしてこちらがジオラマ模型です。図面の色とちょっと違うところあるんですけど、ちょっとそこはご了承ください。ただ単にパーツがなかっただけです。ここが玄関で、そしてここが駐車場です。ちなみに車は全部で5台入ります。作ってないんですけど、ここが自転車置き場です。屋根はあります。南側から見るとこんな感じです。ちなみにこれ勝手口です。ここから家庭菜園したりとか、近くに公園があるので、こっからすぐ公園に行くのもありです。そして最後は真ん中にある広々とした中庭と、そして2階から中庭全体に望めるベランダです。時計から見るとこんな感じです。でここが中庭全体を見れる2階のベランダです。最後あえて見せなかった模型なんですけど、ここです。でこの中庭とこのベランダの拡大模型を見せます。それがこちらです。はい、こちらが中庭の模型です。これが2階から中庭全体を眺めれるベランダです。この中庭全体を使ってこのようにパーティーしたりとか、あとは、ちょっとこれ個人的に設けたんですけど、池を作って水生生物を飼うのもありです。あとはこういう、ちょっとちっちゃいんですけど、こういう花を設けたりとか、こんな感じで楽しいシェアハウスにすることも可能です。僕が作った模型を、全部並べたいんですけど、ちょっと並べられないかもしれません。はい、こちらがレゴで作った3つの模型です。やっぱでかいっすね。図面もそうなんですけど、僕この模型も結構こだわって作りました。この白い模型に関しては、前まではもう全部白だったんですけど、柱の色をこういうグレーの色にすることで、分かりやすくなるのと、ただマイクロミニフィグがあるおかげで、本当に住んでるように見えるのもあります。そしてジオラマ模型なんですけど、本当はこの屋根の部分をグレーのタイルパーツで埋めたかったんですけど、もうパーツなかったので、ちょっとタイルパーツできませんでした。図面見ただけで全然わかんない人もいると思うので、こんな感じでシェアハウス立ちますよということもわかるので、いいと思いました。実際中庭はこんな感じで使いますよっていう説明をこの模型と説明したら、結構いい評価を得れましたので、僕はすごい良かったです。個人的に良かったとこと悪かったところを発表したいと思います。良かったところは、やっぱレゴの模型を作ることによって、もうわかりやすいプレゼンができるのと、あとはやっぱね、子供とか、なんか建築全くわからない人でも、レゴの模型あることで、わかりやすくプレゼンや説明ができるので、僕はいいと思いました。で、悪かったところは、そうですね。やっぱこの模型、本当はフルカラーにしたかったんですけど、やっぱちょっとパーツがなかったので、ちょっとフルカラーはちょっと再現できれなかったのと、この中庭の模型なんですけど、もうちょっと、なんか装飾欲しかったなって僕は思います。で、強いて言うなら、この模型を、このミニフィグサイズにしたかったなって僕は思います。ただね、これ持っていくってなったらもう、
すっごい大変なので、まあマイクロミニフィグがあってまあ良かったと思います。はい、では第3回の設計製図のプレゼンテーションは以上です。はい、ということで第3回ヒロゲーの設計製図のプレゼンテーションいかがだったでしょうか。今回はシェアハウスだったということで、設計めちゃくちゃ大変でした。でもシェアハウスの設計の経験ができて僕はすごい良かったと思います。さっき見せたジオラマ模型や拡大模型、これを作ったことによって分かりやすいプレゼンができたので僕はすごい良かったです。まあ今後も設計製図のプレゼンテーションやりたいんですけど、多分この動画が上がってる頃、多分今頃僕は2級建築士と木造建築士でもうすごい大変だと思うので、まあプレゼンは多分ないと思います。まああと1枚設計してるものもあるので、まあそれもまたいつか動画でプレゼンをやって編集してアップロードしますので、楽しみにお待ちください。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ